まずはじめにグリーンピースを茹でていきましょう。豆を皮からむいてさっと洗い、水気を切ってから塩を少々まぶして 1、2 分置きます。お湯に塩少々を加えて 1、2 分置いた豆を茹でていきます。硬さはお好みですが、5、6分ぐらいで十分だと思います。続いてニンニクです。ニンニクは焦げやすいので中心の芽の部分を取っておきます。これを薄切りにしてください。フライパンにオリーブオイル、スライスしたニンニク、バターを加えてニンニクの香りがするまでゆっくりと火を通してください。ニンニクの香りが出てきたので、ここで鮭を焼いていきます。ニンニクを横に避けて全体をひと混ぜします。そして軽く塩コショウをした鮭を皮目から焼いていきます。このように周りが白くなってきたら火を少し落として、この油をかけながら焼いていきます。ここで今日のポイントです。ニンニクを入れてますが、ニンニクは焦がさないようにしてください。焦げると苦味が出てしまうので、そこだけ注意しながらお魚に火を通していきましょう。油をかけたらこれで蓋をして蒸し焼きにしていきます。焼いている間にソースを作ります。マヨネーズ、粒マスタード、蜂蜜、レモン汁を加えてよく混ぜ合わせておきます。それではニンニクも焦げずに火が通ったので盛り付けていきます。下側を上になるようにして盛り付けていきましょう。鮭を取り出したフライパンに水気を切ったグリーンピースを加えて軽くソテーします。グリーンピースが温まったので、付け合わせに鮭と一緒に盛り合わせていきます。そして先ほど混ぜ合わせたマスタードソースをかけてお召し上がりください。レモンの効いた爽やかなソースで油の乗った鮭もペロリといただけます。今が旬のグリーンピースをたっぷりと添えてお召し上がりください。